はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理関東地方丸4をお送りします。でね、これで関東地方は最後ですね。一番最後に残った3つの都道府県を取り上げていきます。で、全部で穴埋めが10問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、 E の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ残ってるのはこの EFG だね。で、前回までにやってるのが東京都、こっから始まって神奈川県、千葉県、埼玉県と、まあこういう順序で来て、残りがこう行きます。いいかな、こっちから。で、まず一番左です。ね、E の都道府県、名前が群馬県だね、最後。ここが群馬県。で、群馬県は、群の字の漢字だけちょっと気をつけてください。右、羊ね。いいかな？この漢字と間違える人が出てくるので、こっちじゃないからね。群馬県がまず1個目。で、ここは、こんにゃく芋の生産が有名です。まあ、つまり、こんにゃくが有名なんですけど。で、あと、山間部、つまり山の方ね。では、キャベツ。とか、レタスなんかといった、ほにゃらら野菜のほにゃらら農業が行われています。で、まず何野菜かっていうと、まあ、山間部、山の方なんで、こう、高いとこにあるから、名前はね、ちょいちょい出てきますけど、高原野菜です。いいね、高原野菜。のほにゃらら農業。これが、ちょっと待ってね、長いんで。輸送、園芸、農業と言います。で、主に群馬県の嬬恋村、まあ、嬬恋ですね、が有名です。高原野菜の輸送、園芸、農業ね。で、また、まあ、最近ね、登録された世界遺産のホニャララ城があります。で、これもね、最近のことなので、まあ、ちょっと覚えておくといいかなと。で、何城か。それが、富岡製糸場です。ね、富岡製糸場。これが世界遺産でございます。まあ、こんな感じでね、覚えておいてください。じゃあ次ね、青の都道府県、右側、東に移っていきます。で、群馬の右隣、ここの都道府県、名前が、栃木県です。ね、栃木県。で、栃木県はあるものの生産量が日本一です。で、何の生産量かっていうと、これ、かんぴょうです。かんぴょうね、の生産量が日本一。そして、徳川家康、ね、江戸時代の時の徳川家康が祀られているほにゃららがあります。で、これ何かっていうと、東照宮って言います、ね、日光東照宮です。まあ東照宮だけで書いてる場合もあると思うけどね、まあ、日光東照宮があります、栃木にはね。で、最後、ごめんね、落としちゃった、失礼しました、ちょっと待ってね。よいしょ。で、最後が、群馬、栃木なんで一番右です。東側に行って都道府県名行きましょう。茨城県です。で、都道府県のね、動画撮った時にも確か言ったと思うんですけど、茨城ね、木じゃないからね、茨城県で、あと気をつけてほしいのが、木の漢字をね、やっぱりこっちで書いてしまう子が出てくるので、茨城、城だからね、漢字。まずね、都道府県名覚えてもらって、で、まず、県南です。には、ほにゃららっていう大きな湖があります。で、場所はここです。ここね。大きな湖があって、これ、湖なんだけど、何々ことはつけません。いい？で、名前もちょっと漢字がね、難しいんですけど、ちょっと大きめに書こうか。まずこの漢字。これで、かすみですね。で、こう書いて、かすみがうらって言います。いいね、これ湖の名前。かすみがうら。っていうのがあって、で、あと太平洋岸にはほにゃらら工業地域、まあ、太平洋岸かにはほにゃらら工業地域が形成されてると。
で、まず名前からいきましょう。まず鹿島臨海工業地域って言います。鹿島臨海工業地域で、場所どこかっていうと、大体ね、この辺です。この辺に形成されている、これが鹿島臨海工業地域というので覚えておいてください。ではね、今回は社会の地、関東地方丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から東北地方ですね、東北が始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。